はいどうも、山田会議室山田です。お願いします。先日ですね、手荒れに関する動画を出しました。はい、ハンドクリーム動画ですね、出しました。はい、まあ地味に好評で、結構高評価もいただいてるんですよ。で、実際にハンドクリームを買いましたという、報告もコメントで数件いただいておりますんで、まあ結構ね、感動しましたみたいな、ご意見を頂戴してるんで、まあ紹介してよかったなと思ってる限りなんですが、ハンドクリームなんちゅうのはもう、ついで程度やと私の中では思ってます。まあ大事なんですけどね、すごく大事なんですよ。大事やから紹介したんですけど、そもそも手荒れをしない、環境作りであったり習慣っていうのが大事なんです。要するに手荒れしないようにする方が大事なんですよ。風邪も一緒ですよね。薬もいいですよ。風邪薬もいいです。いいですけど、そもそも風邪ひかない体作りが大事だよね。免疫上げていく方が大事だよねっていうことなんですよ。わかりますよね。だから今日はそういう手荒れ関係のお話なんですが、まあ洗剤をね、こう実名を挙げながら、ちょっと解説をしていこうかなと思ってる次第なんですが、っていうのはね、そもそもなんていうんですかね、手荒れで悩んでる方の、悩みの種の本質の部分って結局、毎日の食器洗いなんですよ。で、ここでキーになるのが洗剤なんですよね。食器洗剤です。やっぱ一般のお客様っていうのは、その洗剤をきちんと選べてない人がやっぱすごく多いんですよね。なんとなく、香りで選んでるとか、海外で有名なブランドだからとか、逆に、手荒れで、悩んでて優しいやつを使ってるけれども、じゃあなんでそれを使ってるのって言ったら、なんか肌に優しいって書いてたからとか、そもそものその詳細な選び方っていうのをご存じない方がやっぱ多いんですよね。今日はそれを解説しよう、ざっくりでもいいから解説しようっていうお話でございます。もうはっきり言いますよ、はっきり言いますけど、自分に合うハンドクリームを探すより自分に合う食器洗剤を探す方が絶対大事です。っていうのはもう毎日のことですよね。食器洗剤ってね、基本的に食器洗いね、毎日のことじゃないですか。その毎日のこと、要は習慣ですよね。その習慣が改善されればかなりのストレスケアになります。もうそれだけでかなりストレスフリーです。だからハンドクリームよりも、洗剤の方を工夫して手荒れがそもそも荒れない方が絶対に大事なんですよ。なんで今日は食器洗剤の選び方っていうか、荒れやすい洗剤ってどんなんなのっていうのをお話ししようかなと、実名を挙げてお話ししていこうかなということでございます。はい。まあなのでですね、手荒れで悩まれてる方はぜひ最後までご覧いただければ参考になるんじゃないかなと思います。それでは行きましょう、スタート。まあ話の運びとしましては、まず手荒れの原因の部分からお話をしていって、その後、実名を挙げた、代表的な洗剤を数点挙げて、最後に対策方法をですね、どないしたらええねんというお話でしていこうかなと思います。はい、じゃあまず、原因ですね、手荒れの原因となるものを、数点挙げていきましょう。結論から言います。人によります、本当に。はい、なんじゃそれと思う方もいらっしゃるかもしれませんけれども、本当に手荒れの原因って多岐にわたるんですよ。いろんな原因があります。ただその中でも大きく3つ紹介します。この3つの中に当てはまる方が多いかなと思うので、この3つを紹介します。はい、まず1個目、お湯です。はい、まあそもそもね、食器洗いするときに水、最低限使うと思うんですよね。その手に水をつけるという行為自体がそもそも手荒れの原因なんですよ。さらにそこに、今はもう冬で寒いから、寒くなったらお湯に変わるじゃないですか。このお湯がさらに厄介なんですよね。ただでさえ水に手をつけるということで荒れるにもかかわらず、さらそれがお湯になったらどうなるかというと、手に必要な油も一緒に落としてしまうと、お湯によってね。だから洗剤関係なく、お湯で手を洗うだけで手はかさつくんですよ。まあだからお湯じゃなくて水の方がまだマシなんですよね。それがまあ原因1個目ですね。原因2個目は時間です。時間、要するにずっと洗ってるってことです。ずっと洗ってると、結局さっき言ったお水でもお湯でも何でもいいですけど、ずっと、水の中に手があるっていう段階で、もうその時点で荒れるわけです。まあ、だからこまめに、洗うであるとか、しなきゃいけないんですよね。ずっと洗い物を溜めて、それでも長時間ずっと洗ってるというだけでも相当手は荒れます。はい。で、原因3つ目が洗剤です。今日紹介する洗剤ですね。さっき言ってたその水とかお湯でも手に必要な油っていうのは落ちちゃうんです。落ちちゃうんですが、そこにさらに洗剤が加わることによってコンボですよね。もう手の油はもう相当喪失します。だからどんな洗剤を使うかっていうのは、めっちゃ重要なんですよ。だって洗剤なしで洗い物するなんてこと絶対ありえないでしょ。絶対洗剤いるじゃないですか。ね。
だから洗剤選びって本当に大事なんですよ。でもその選び方を、じゃあ学校で教えてくれるかって言ったら教えてくれないし、そういう知識が広まってるかって言ったらそこまでやっぱ広まらないですよね。だから今日この動画をお伝えしようっていうことなんですよ。じゃあ実際洗剤の話に触れていきましょう。洗剤で、洗剤を手に取って裏見てください。そこで見てほしいところが、大きく分けて2箇所あります。はい。もうそれはね、細かいね、添加物とか見てほしい部分もありますけど、そんなこと言い始めたらキリがないんで、皆さんには大きく2つ、お客様には2つ見てほしいです。1個目、液性です。今の日本の洗剤には3種類の洗剤が存在します。まず、弱アルカリ性、次が中性、次が弱酸性です。この3種類が存在します。もっと言うと弱アルカリ性の方が洗浄力が高いと言われてます。で、次に中性、次に弱酸性ですね。はい。だから洗浄力を求めるんであれば、弱アルカリ性のものを買えばいいということになるんですが、ここでもっと肝心なのは2つ目、見てほしいところ2つ目ですね。界面活性剤です。はい。もっと言うと界面活性剤のパーセンテージを見てください。これ例えば他の実験とかでもあったりするんですけど、さっきの言ってた弱アルカリ性、洗浄力が弱アルカリ性で一番高かったとしても、この界面活性剤のパーセンテージが低いと油汚れがしっかり落ちないよっていう、調査結果もあったりするんですよ。要するに界面活性剤のパーセンテージが大きければ大きいほど汚れが落ちるということなんですよね。まあ、この界面活性剤何かっていう話までしていったらきりないんですけど、まあ、とりあえずこれが、入ってないと汚れって落ちないんですよ。この界面活性剤が入ってることによって汚れって落ちるんですね。なのでこの液性、弱アルカリ性なのか中性なのかっていう部分と、その次の界面活性剤、この2つを大きく分けて見てもらうと、洗浄力っていうのが大きく押し量れるものなんじゃないかなと思うので、まずそれを抑えてほしいんですね。それを抑えた上で実際の商品紹介に入っていきます。ということで今日は実名を挙げながら、実際の洗剤の実名を挙げながら、紹介をしていこうと思うんですが、もう今食器洗剤ってもう膨大な数めちゃくちゃあるじゃないですか。もういろんなメーカーからいろんなものが出てるんで、もう本当に絞りきれないんですが、今日はとりあえず3つ絞りました。もう本当にやむなく3つ絞りました。それも、だから、どこの、ドラッグでも、スーパーでも、あるいはコンビニとかでも、どこでも置いてるようなものを3つ、絞ったんで、それを、紹介していこうということでございます。今日紹介するのは、花王のキュキュット。で、次にライオンのチャーミーマイルド。で、次が P&G のジョイ。おそらくこの3つが、売れてる3大巨頭3本柱なんじゃなかろうかと思います。お店にもよるし、あれにもよる、会社にもよりますけどね。だこの3つを、ピックアップしましたんで、その3つの液性と界面活性剤が何パーセント入ってんのかっていうのを見ていきましょう。はい、まずキュキュットですね。キュキュット、花王のキュキュットは液性が中性です。はい。で、この中性っていうのが実は今一番日本の市場の中では一番多いと言われてます。はい。まあだから、洗浄力高すぎてもあれやし、弱すぎてもあれやから中性でが一番いいんじゃねえのみたいなことなんでしょうね。次、界面活性剤ですね。さっき聞かれてる漢字の界面活性剤。これが、キュキュットは 37% です。商品にもよりますよ。あくまでこの場合ですからね。はい、次、ライオンのチャーミーマイルドですね。はい、これです。これが液性中性です。これも中性ですね。はい、次、界面活性剤。20% です。はい。さっきとやや違いますね。はい、次、P&G のジョイです。ジョイは液性が弱アルカリ性です。はい、弱アルカリ性なんですね。ね。じゃあ洗浄力高いんでしょうか。はい。界面活性剤が 32% です。はい。もちろん他のも除きますよ。何べんも言いますけどね。あくまで事実ですからね。事実しかお伝えしてないです。はい。はい、じゃあこの3つ並びました。ポンポンポンと並んでます。じゃあ、皆さんが選ぶんであればどれを選ぶかってことなんですよね。何を求めるかです。洗浄力を求めるのか、手荒れを優先するのか、どっちかってことですね。まあ、中間を取ってもいいでしょう。まあ、勘のいい方やったら、なんとなくお分かりになってるかなと思いますけれども、界面活性剤のパーセンテージが高いほど、やはり手荒れはしやすいんです。するとは言ってないですよ。手荒れはしやすいんです。それだけ、表面の汚れ、ある油とかね、それを落とす力が強いということになるので、この界面活性剤のパーセンテージ非常に大事なんですよ。
それを元に考えていくと、やはりキュキュットに関しては、他のものに比べて、手荒れはしやすいんじゃなかろうかと思います。はい。実際これ私のあくまで私の体験談、個人的な体験談ですが、キュキュット使うとやはり手荒れは一番したように記憶してます。だから実際接客する際でもキュキュットをお持ちになるお客様には絶対に私手荒れで悩んでらっしゃいませんかって声かけします。そこからハンドクリームちょっとお試しになりませんかっていうお話をします。で実際私がそうやって声かけした方はなんで手荒れするってわかんのって言います。だから実際それで返ってくる反応も手荒れやっぱね悩んでんねんっていう方もやっぱいらっしゃるので、まあ大筋で間違ってないんじゃないかなと思いますよね。っていうことを考えるんであれば、この中で言えばチャーミーマイルドは、中性でありかつ界面活性剤も 20% 台なんで、肌には比較的優しいんじゃなかろうかと思います。はい。ただその代わり、油汚れの落ちが他と比べればちょっと劣るんじゃないかなとかもしれないねということですね。じゃあこのジョイがね中間なのかって言ったらそれも微妙なんですよね。これだけ液性違いますから、液性がね弱アルカリ性なんで、液性が違うから単純比較ってなかなかできないんですよ。だからもう、人によるし使ってみなきゃわかんないんですよ。じゃあそういうことも踏まえた上で、対策ですね。じゃあどうしたらいいのっていうお話ですが、とりあえず3つ、対策をお伝えします。はい。まず1つ目は自分に合う洗剤しっかり探しましょうということなんですね。探し方ですよね。もう最初から安いからといってがっつりガチのなんか本体詰め替えセットみたいなのを買うのはやめた方がいいと思います。はい。実際ね皮膚科の先生もおっしゃってますけど、そういう新商品が発売された時期っていうのが手荒れの患者急増するそうです。結局自分に合ってるか合ってないかわからないものをもうボーンと安売りしてたから新発売やったからっていうので買って使ってみたけどやたら手が荒れると、っていうことになるんでしょうね。だから一番小さいのから試す、なんかお試しサイズでちょっとちっちゃいの売ってたりするんですよ。そういうのから始めてみるとか、あとはもうとにかく合わんなと思えたらもうすぐさまやめた方がいいです。もうお金は確かにもったいないかもしれないけど自分の手荒れには変えられないと思うので他のものに、変えると、いろいろこう試し持ってやっていくしかないんじゃないかなと思います。もうだってやってみるまで分かんないですからね。洗浄力は問題ないけど香料に荒れたりしますから。はい。次、もう何やってもあかんと、もう何やっていろんなもの試してきたけどもう荒れない洗剤はないという方も多分いらっしゃると思います。そういう方はぜひねちょっと薄めて使ってみてください。はい。確かにこれをすると洗浄力は、落ちます。落ちるんですが、もうそれは何か捨てなきゃいけないでしょうね。落ちるんですが、もう手荒れは比較的収まるんじゃないかと思います。直接原液よりもやはり水で薄めて使う方がよろしいですから、もう何やってもダメな場合はこういう、方法もおすすめです。はい、はい、今のが2つ目ですね。最後お伝えする対策がもういろいろもう考えるのめんどくせえと、もうその洗浄とかなんだとかねもういろいろめんどくせえと、ただ考えるのもめんどくさいけど、手荒れもするとなんとかしたいと、そういう方のための最後の、対策方法、手袋を使いましょうってよく言うんですよ。よく言うんですがこれがまたね無責任なアドバイスやったりするんですよ。手荒れの原因のもう一つとして外的刺激性っていうのもあるんですね。まあいわゆるゴム手袋ですね。このゴム手袋をすることによってそれがゴムが刺激になって手荒れするっていう方もいらっしゃるわけですよね。だからこの手袋をしましょうっていうアドバイスだけやったら足りないんですよ。じゃあ何を足せばいいか、綿手袋を足してください。はい。さらにそこにハンドクリームも足してください。順番で言うとハンドクリームをまず塗ります。まあこの間私がね紹介したようなロコベースとか、そのご自身が今お使いになっているハンドクリーム何でもいいですが、ハンドクリームをまず塗ります。塗った上から綿手袋します。はい。でその上からゴム手袋してください。でこうすることによるメリットは2つ、まず1個目がそのさっき言った外的刺激性が、かなり軽減されます。綿手袋をすることによってゴムの刺激から守ることができます。でもう1個メリット、これねめっちゃ効くんですが、ハンドクリーム塗りましたね。ハンドクリームを塗った状態で綿手袋もして、さらにその上からゴム手袋をすることによってこの中っていうのは相当あったかくなります。あったかくなるとどうなるかって言ったらスチーム効果って言って自分のその手の温度で
この中でちっちゃいこう加湿器が回ってるような状態になります。要するに手が潤うってことです。ハンドクリームとその熱で温まった蒸気でもって手が、スベスベになると。これすごくいいので、絶対もうめっちゃ悩んではるんやったらほんまに試してみてください。めちゃくちゃ効きますから。はい、じゃあ最後まとめますね。とりあえず洗剤選びは界面活性剤のパーセンテージが重要だよということですね。はい、まあ、だからとにかくご自身が、買おうと思ってらっしゃるもの、あるいは今現在使っているものの、裏面をよく見て、液性とあと界面活性剤のパーセンテージを確認して、それが本当に自分に合ってるものなのか求めてるものなのかっていうのを確認すること、これが一つですね。それを踏まえた上での対策ですね。はい、まず自分にはしっかり洗剤をしっかり、もうちょっともう地道ですけど探しましょうと。はい、でそれをしっかり探して、探したけれどもどうしようもないと、もう何やってもどうしようもないやったら薄めて使うことも検討しましょうよと。はい、もうそんなん度外視して、もうとにかくもうそんな細かいことめんどくせえと、まあ、そういう方は、手袋ですね、ただの手袋じゃなくって、ハンドクリームを塗って、その上から綿手袋をして、さらにそこにゴム手袋をして洗うことによって治療しながら、食器洗剤、食器洗いができるよということでございます。はい、まあ、これからねどんどんそういう季節にもなっていくと思いますんで、ぜひ、この動画参考にしていただければと思います。はい、本日の会議以上でございます。この動画お薬になりましたらグッドボタンお願いします。チャンネル登録からの会議の参加もぜひお待ちしております。それではまた次の会議でお会いしましょう。解散。